このビデオで、リデンプションとしてアメリカで発売されたハミングバードについて説明します。この映画は、ホームレスの元英国軍人の物語です。そして軍法会議からの逃走中、経験に傷つき、社会に翻弄され、彼は別の男のアイデンティティを引き受ける機会をつかみ、自分自身をより良いものに変えようとします。彼は償いを求め、より良い人間になることができますか？ハミングバードで調べよう。ハミングバードは、アフガニスタンの都市の上空をホバリングするハミングバードドローンから始まります。ドローンを通して、戦車内の米軍が見られた彼らを殺すことになった攻撃を受けました。その後、ジョセフ・スミスという海兵隊員が、男性を人質に取り、無差別に発砲しているのが目撃された。他の場所では、数ヶ月後、英国軍ラジオは、ジョセフ・スミスが地元の病院から脱出したと報じました。ジョセフも報告されました。アフガニスタンで経験した戦争の悲劇により、精神障害を患っていました。したがって、ジョセフは指名手配リストに入れられました。1年後、ジョセフ・スミスは名前をジョイ・ジョーンズに変え、ホームレスの生活を送っていました。ある夜、誰もいない街角で、ジョイを含む二人の凶悪犯がホームレスを殴打しています。ジョイのホームレスの友人の一人であるイザベルは、ジョイに反撃しないように頼みます。しかし、ジョイは彼女に同意しませんでした。イザベルに逃げるように言った後、ジョイは二人の凶悪犯と戦おうとします。残念ながら、ジョイはアフガニスタンでの戦争中の傷でまだ負傷しています。彼が敵と戦うのを難しくしています。マンションの屋上に逃げ込みました。そこから、彼は何とか窓に侵入してアパートに入ることができました。幸いなことに、アパートの所有者はそこにいませんでした。その後、ジョイは酒を飲みながら休んだ。彼はまた、自分がどれほど汚れていて乱雑であるかに気づいた後、シャワーを浴びて髪を切るのに時間をかけました。それだけでは物足りないかのように、彼はアパートの所有者の服も着ていました。彼がアパートを出ようとしていた時、彼は誤って留守番電話を聞いて、アパートの所有者は海外にいて、10月1日にしか戻ってこないことを彼に伝えました。つまり、アパートは今後8ヶ月間空室になります。それだけでなく、ジョイはアパートの鍵も見つけ、車の鍵、玄関前の床に散らばった手紙、銀行から送られたアパートの所有者のクレジットカードでさえ。最後に、ジョイはアパートの所有者が帰宅するまでそこに留まることにしました。彼は、イザベルが彼を攻撃した凶悪犯の一人に捕まったことを知りませんでした。その夜遅く、ジョイは大家のクレジットカードを使って現金を手に入れました。そしてそのお金を使って飲み物を買って酔った。酒に酔うと、時々戦争の記憶を思い出す。その後、ジョイはホームレスに食べ物をよく配っていた修道女クリスティーナに会いに行きました。彼女がイザベルに会ったかどうか尋ねるために、クリスティーナは、ここ数日イザベルに会っていないと答え、もらったお金を教会に寄付します。それから彼女は残りのお金を使ってチケットを購入しました。ずっと見たかったバレエ。一方、彼の新しいアパートでは、ジョイは仲間の兵士の死の瞬間を夢見ていた後、突然眠りから覚めました。今日も銃弾を受けて肋骨が痛む、痛みが悪化していることが判明し、そこでジョイはクリスティーナに助けを求めることにしました。ジョイの様子を見て、クリスティーナはジョイに病院に行くよう勧めた。しかし、ジョイはそれを拒否します。すべて、彼は逃亡者です。結局、ジョイは痛みを和らげるために鎮痛剤に落ち着かなければなりませんでした。その後、ジョイはホームレスエリアにチラシを配ってイザベルの居場所を探します。ついに、このパンフレットの配布の知らせがイザベルに届きました。しばらくして、イザベルはジョイに元気だと言いました。さて、イザベルは一つで作業していました。先日彼らを攻撃して資金を集めた凶悪犯のことで、彼らは町から出ていくことができました。ジョイ自身、アパートのドアをノックしに来た隣人に疑われ始めました。ジョイは親切にもドアを開け、アパートのオーナーの恋人だと自己紹介しました。幸いなことに、隣人はジョイのデタラメを信じていました。以下の説明ボックスでサポートをお願いします。
このチャンネルを友達にシェアしてください。このチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。ありがとうございました。しかし、最後に、ジョイは正気を取り戻しました。彼はイーエアパートのオーナーに危害を加えたくて、中華料理店で働き始めた。生計を立てる毎日、ジョイはその場所で非常に熱心に働いていましたが、ある夜、彼の上司は、レストランが閉まろうとしている時に店を出るのを拒否した顧客を追い出すように彼に頼みました。戦いが続き、ジョイが勝利を収めました。ジョイの戦闘スキルはレストランをも驚かせる所有者。それから彼はジョイをミスター・チョイという中国のマフィアに紹介した。ドライバー用、それ以来、ジョイは仕事を変え、チョイ氏の運転手になりました。時には、勤務中に、ジョイは娘の学校に行き、元妻と娘に会いに行きます。しかし、彼はまだ彼らに会う勇気はありませんでした。ジョイの仕事は、チョイ氏の運転手になることだけではありません。時々、彼は他のマフィアに借金を取り立てるように言われました。彼らに借金を返済させることを目的としています。チョイさんの下で働くことで、ジョイはかなりの収入を得ています。しかし、彼は決して彼の仲間のホームレスの人々を忘れました。彼はしばしばクリスティーナを通じて食べ物を分け合っています。ホームレスの方には、ジョイは彼らのヒーローです。ある日、ジョイはコンビニで元妻と偶然会った。彼の元妻は、金持ちのように見えるジョイに怒りをぶつけますが、彼女と彼女の娘は彼女が彼と別れた後、経済的困難に苦しんでいる。ジョイは元妻にかなりのお金を渡したコンビニを出る前に、ある日、ジョイはたくさんのギフトボックスとドレスをクリスティーナに送りました。ジョイもメッセージを送り、クリスティーナに彼と夕食を共にするように頼んだ。クリスティーナはジョイの誘いに応じて制服を着てやってきた。でも意外と、彼女はジョイに、イザベルが死んで、彼女の死体が警察に発見されたことを伝えるためだけに来ました。川岸で、その知らせにジョイは激怒し、目の前のテーブルを蹴飛ばした。ジョイが落ち着きを取り戻した後、クリスティーナはジョイに善行を続けるように頼んだ。翌日、ジョイはイザベルの死に復讐しようと考える。それから彼は二人の凶悪犯に行きました。彼を攻撃していました。二人の刺客はジョイの現在の姿にショックを受けましたが、そうではありませんでした。凶悪犯の一人がナイフを抜いてジョイを脅すのを止めてください。ジョイはスプーンだけで攻撃した彼ら。彼は凶悪犯の一人をゴミ箱に捨て、もう一人に情報を提供するよう脅したイザベルの殺人者について、彼の名前を知らなかった凶悪犯は、ジョイに次の特徴だけを話しました。殺人者、目に傷があり、市内で麻薬の売人として働いていた30歳の男性。数日後、ジョイはクリスティーナに会いたいと手紙を送った。意外にも、クリスティーナはジョイがくれたドレスを着てきた。ジョイはその後、情報を見つけるためにクリスティーナの助けを求めました。イザベルの殺人者の特徴について警察から。数日後、ロンドン警察ハミングバードドローンを介してジョセフ・スミス、別名ジョイを追跡することができました。彼らはまた、それを学びます。ジョイはクリスティーナの近くにいます。警察が来て尋問したとき、クリスティーナは嘘をついてこう言った。彼女はジョセフ・スミスやジョイという男を知りませんでした。その夜、仕事が終わった後、クリスティーナは迎えに来て、ジョイによって家に送られました。途中、クリスティーナは子供の頃のことと修道女になった理由を話します。かつてはバレエダンサーになる夢を持ち、自身もバレエの勉強を続けていた彼女は10歳の時からです。しかし、性的虐待が原因で彼女に悲劇的な運命が起こりました。彼女が最終的に戦って殺す勇気を得るまで、彼女のバレエインストラクターによって数回彼女のバレエインストラクター。未成年だったので、彼女は投獄されませんでしたが、修道院に送られました。ジョイは黙っていたクリスティーナの過去の話を知った後、翌日、雇用主を伴ったジョイがやってきた。チョイ氏の上司であるチョイ夫人のオフィスへ、そこで特徴を聞かれました。イザベルを殺した犯人。
マダムチョイは上位が誰のことを言っているのか知っていますが、もし上位が望むなら殺人者の身元を知るために、彼はトラック一杯の女性を連れてイギリスに密輸しなければなりません。トラックの積載量を確認していると、助けを求める手が出てきて、そのうちの一つは子供の手でした。しぶしぶ、上位はトラックを目的地まで運転しました。その後、探していた人物がマックス・フォレスターという人物であるという情報を入手。翌日の10月1日、ジョイはクリスティーナにフォーマルなスーツを着た自分の写真を撮ってほしいと頼んだ。ジョイがいい人だと娘が思うように、その後、彼らはレストランで食事をし、そこでクリスティーナはジョイに別れを告げた。アフリカに移送されました。しかし、彼女が去る前に、クリスティーナはジョイに彼女と一緒に出かけるように頼みたいと思っています。それ以上苦労することなく、彼らはジョイが滞在していたアパートに行きました。残念ながら、この日はアパートの所有者が戻る日です。開こうとすると、アパートのドアが内側からロックされていたので、アパートの所有者は驚いた。から郵便受けの後ろに、知らない女性と男性がアパートの窓から出てくるのが見えた。アパートを無事に出た後、ジョイはクリスティーナに彼と一緒に暮らすように勧めます。でも、アフリカに行くことを決意したクリスティーナは、ジョイに善行を続けるよう忠告しただけだった。その後、クリスティーナはジョイをバレエショーを見に行こうと誘う。その夜、代わりにジョイは元妻の居場所、彼がドアをノックすると、ドアを開けたのは彼の娘でした。それから彼は娘に封筒と大金を渡して、サインとして手を握るように頼みました。さよならを言う、元妻が現れると、ジョイは別れを告げ、娘に続きしていた。案の定、しばらくして、彼は、殺人者と全く同じ特徴を持った男、マックスを見ました。考えずに、ジョイはすぐにマックスを攻撃し、ビルの屋上から彼を投げ飛ばした。その後、彼は何とか逃げることができたが、彼の居場所はその地域を飛んでいる蜂捕らえられた。真夜中までに、クリスティーナはバレエを見終えました。彼女が歩いていた時、彼女は偶然にジョイが酔っ払いに連れて行った。ジョイはクリスティーナに彼の悪い経験となぜ警察と兵士がいつも彼を探しに来ました。それは、彼がアフガニスタンでの戦争に従軍した時、目の前の敵に5人の仲間が殺された。仲間の死を受け入れず、その後、ジョイは敵を虐殺しました。次の日、クリスティーナがアフリカに行こうとすると、彼女は、町のすべての悪を根絶しようとするジョイから手紙を受け取ります。実際には、彼はまた、女性の人身売買に関与した人について警察に報告しました。それだけでなく、彼は住んでいたアパートの所有者に代わりのお金を送りました。8ヶ月間、ジョイはまた、ホームレスの世話をする人にお金を与えていました。彼は良い人になろうとして、通りに戻って姿を消しました。映画の最後に、ジョイの居場所がハミングバードドローンによって再び検出されました。この映画からのメッセージは、時々、私たちは間違った場所にいて、間違った時代にいるということです。私たちが知らないうちに。しかし、人生は続けなければならず、その人生をどのように生きるかは私たち自身の選択です。しかし、すべての選択はいつか直面しなければならない結果をもたらすことを忘れないでください。このチャンネルを友達にシェアしてください。このチャンネルを気に入って購読してください。以下の説明ボックスでサポートをお願いします。ありがとうございました。